共同東北ホームページをご覧の皆様、バイオリニストの高嶋千佐子です。11月7日日曜日、盛岡市民文化ホール大ホールで公演を行います。盛岡のコンサートはしょっちゅう行ってるので、なんとなく皆さんまた行きますという感じなんですけれども、盛岡といえばですね、着いた途端いつも、焼肉とか冷麺とか食べちゃって、もうそれをですね20年ぐらい繰り返してる感じなんですけども、今年もですね、こんな状況ですけども、さすがにもうコロナ明けということになるのかな、になるので、またあそこで冷麺を食べたいと思っております。盛岡のお客様はですね、いつも温かく迎えてくださって盛り上がるので、今回も楽しみにしています。ぜひいらしてください。お待ちしてます。